地層類重の法則とは、地層は、基本的に、万有引力の法則に従って、下から上に向かって堆積するという考え方のことで、ある。地層同定の法則と並ぶ、総医学の基本法則であり、地層の進級や、年代判定を行う上での大原則である。ステノスミスの法則ともいう。デンマークの科学者、ニコラウス・ステノが、1669年に、 フィレンツェで出版した個体の中に自然に含まれている個体についての論文への序文において提唱した法則である。彼は1666年10月にリボルノで捕らえられたサメを解剖した際、サメの鳩とスカーナ近辺で産出する化石の形状が類似していることを発見し、翌年に発表した解剖結果報告においてこの化石が 生物由来のものであると結論づけた。彼はこの考えを推し進め、化石を含む岩層は海底で堆積したものと考えられること、水によって堆積した以上、最下層を除いては水平に堆積したものと考えられること、連続して堆積した場合、上に行くほど堆積した時期が新しくなることを見出した。これにより地球の発達過程が検証されるようになった。 次の三つの法則からなる。1791年、イギリスの土木技師、ウィリアム・スミスは、運河の工事による経験から、これを証明し、確立させた。この法則は、あくまで単素以上の単元に対してのものであり、単素中の要理に対しては適用できない。また実際には、終局や断層、大規模な地滑りなどにより、上下が逆転している場合もある。それでも、 本来下にあった層が年代的に古いことは変わらず、慎重に地層の連続性をたどれば、その時間経過を終えると考えられる。また古い地層に終局や不整合が見られても、さらにその上に堆積した地層との関係には、本法則が適用できる。生根化石や鍵層などによって、本来の上下を判断できる場合もあり、それらと組み合わせて、 手がかりとして使われることが多い。ありがとうございます。